アルマトイ2駅はカザフスタンの旧市とアルマトイの2つある中心駅の1つである。1日平均5000人が利用する。アルマトイ1駅は郊外に位置しているのに対し、当駅は市の中心部に位置する。これはトルキスタンシベリア鉄道は市の中心部に位置する。これはトルキスタンシベリア鉄道は市の郊外を経由しており、都心部に乗り入れるにはアルマトイ1駅から別途支線を建設する必要があったためである。 国内外の各地へ向かう旅客列車の出発駅であり、国際列車はロシア連邦のモスクワやサンクトペテルブルクのほか、中華人民共和国のウルムチに向かう計、計9795、9796次列車が存在する。国内列車には、ヌルスルタンやシムケント、ペトロパブル、アティラウ、ジェズカズガン、オラルなどへ向かう列車が存在する。 もともと家具工場があった場所に、トルキスタンシベリア鉄道の駅舎が建設されたが、技術者、ムハネチャン・トゥイヌイシュパエフの提案により古い墓地があった、油イハンドーリに移設された。墓地が撤去された場所に代わりに、駅広場が建設され、後に、路面電車と、トロリーバスも乗り入れるようになった。このエリアには、カザフソビエト社会主義共和国の首都にふさわしい。 新たな大通りが建設された。1954年には、アバイの銅像が建てられた。さらに1972年には、カリーニンの銅像が広場に建てられたが、こちらは、ソビート連邦の崩壊直後の1992年に、撤去された。そして2000年には、アブライハンの銅像が建てられた。広場の周囲は、ソ連式アパートや公共施設が立ち並んでいる。 ありがとうございます。